師匠すいませんでした。今の絶対怒りこもってるわ。コンセプトを理解しろ。いいですか。マジでやらないとダメなんですよ。マジで？マジで揃えないと。そんなもんなんか一人ボケてたらそんなもん。そうや。生涯続けなあかんよ。揃えるためのゲームや。そう。誰もお客さんがいなくなりますから。これ生放送やで。あ、ほんまや。忘れてました。ほんまやで。ほんまや。何アナウンサー同士でダメ出されてる。一応ニュースだ。よろしいですか。はい、よろしいですか。ちょ書きました。はい。まだ書いてない。大丈夫かよ。はい。大丈夫です。はい、いいですね。はい、これあの皆さんだからボケじゃないです。これだから揃えるっていうことなんですよ。はい。いいですね。いきますよ。はい、せーの、ドン。はい。空越え。空桜。松ヒノキ松桜杉。あ、でも最初のうちで松松で揃ったから、キジリ兄さんとそれから三上さんに一つずつ差し上げます。ヒノキやろ、杉でしょ、やっぱり杉でしょ。いやでも、あ、そうね、松や。いやでもすごい、あのヒノキ分かります。僕もヒノキかなというふうに思いましたし、ね、そうでしょ。桜っていうのはこの日本のね、アントニオヒノキとかいう、杉でしょ。いや、それが松や。さんが考えていただくということです。はい、じゃあ谷さん、ちょっと何か考えてみて。お題を。お題を。僕が言うてたら仕込んでみたいから。ちなみにですけども、今のこのステージがね、兵庫気遣い王国ステージということで、木についてのうんちくを一つご紹介したいなと思いますけども、はいはい、どちなみに日本を代表する木といえば、今も出ました杉とヒノキですよね。木造建築の材料として使われる木はこの2種類がほとんどです。ヒノキの方が高級とイメージがありますよね。強度はヒノキの方が強いこともあって、住宅用の柱などでは、ヒノキの方が高級とされています。杉には多くの地域品種がありまして、屋久杉とか吉野杉、北山杉などが有名です。関西で、はい、いきますよ、はい、いいですか皆さん、はい、ラジオ関西が最も応援しているプロ野球の球団名を書いてください。もうこれはまずすいません、ボケいらないです。俺マカさんかいや。ボケいらないですよ。いいですね、ボケいらないです。ボケいらないですよ。いいですね。もうさっき言うときます、阪神タイガースって書いてる人消してくださいよ。オリックスはあかん。いいですね、いいですね。オリックスは、いや、そう、皆さんもうね、何年ここでビジネスやってんの。そうね、長いこと。もうえらいなんかビジネスさせてもうてますね。お世話になってますよ。それやったらもう絶対に答えれるはずです。これでも終わらせましょう。はい、いきましょう、せーの、ドン。何をしよう。巨人、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 ヤクルトスワローズ。なんで長かったん、14年は。もう長かった。やっと谷さん、谷さん、あのね、心の声を有効なんじゃないんですよ。いや、今日ぐらい言わしてよ。これなかなか言いにくいね、ラジカンで喋ってたら。谷さん、生放送これ、ヤクルトファン。これ生放送、もう今日ぐらいええんちゃう、今年ぐらい。もう分かった分かった、もう次行く、次行く。ほな、分かった。これで揃わんかったらどうすんの。もう他は今度もう今までの流れでわかるやんか、今までの流れでわかるやんか。落語家の中で一番落語家っぽくない人を答えてください。この中で、いやいや、この中で、この、まあまあ、そう言うたらそうやわな。うん、もうそれはもう書いて終わりにしようや、ね、書いて終わりにしよう、ね、え、何が、はい、いきますよ、いきますよ。もうもう分かるよね、いくよね、はいはい、書いて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 、もう今までの流れで分かるやんね。いくよー、せーの、ドン。はい、なんでなんで全員春長って書いてねえな。ここは吉祥やろ。なんで当然じゃ、先輩や。しかも、すいません、はい、ちょっと出していや、言わないです。すいません、いや、ちょ、春長、春長、長いてあのね、ここで、蝶の字、草冠ないね。あれ、岩ちゃんって理科の先生だったん違うの。あんた、草冠書いてる。ない、よかった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 、ちょっと見せる、見せる、見せる、感じで、弟子やのに、あ、弟子やのに評価上がれへんって。あ、すみません、失礼やわ、もうバチボン。いきなり来る。嘘やー。ちょっと待って、今
ニータ今見てたくない見てたやろちょい見たけど聞くときはないニータが箱の中ミータになってたやろおどぎ分かるよおどぎ分かるいいこと言うわうっそ素晴らしいトップそれ言い出しっぺだもんえあああどうしよう何めっちゃ目合うめっちゃ合うみんなの目が見といてああどうしようこれにするこれアホだおめっちゃ一番ですしちゃん指定関係やねさああと一個ですね順当になんでぼかしい黄色のリクエスト出てる黄色言うか黄色言うか黄色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 あそれ分かりましたそうです三上さんと林さんと私桂春長でやりますちょっとすいませんけど3人さんちょっとだけ考えるんでつないどいてもらえますあそうほな今から3人で考えるな、ね、その間早来いほんまにも打ち合わせが何をダラダラしてて考えながらもういいねもう